どうもこんにちは、ベニクラゲです。最近こんな動画で申し訳ないのですが、時間がないんです。時間が増えてほしいな。増えるといえば、ベニクラゲは最近増えています。今回はそのベニクラゲの紹介です。それではどうぞ。まず初代は私ベニクラゲなので飛ばします。2代目はワンアップベニクローンさんで、初のベニクラゲクローンです。アイコンは AI が描いたベニクラゲのアイコンで、公開付きに認められたのは2023年5月7日です。3代目は1アップベニクローン2さんで、中身はタピオカさん、アイコンはベニクラゲです。正当なベニクラゲクローンでは最後の個体、続いてはアイクラゲさん、藍色のクラゲです。そして中身は枝豆さん。ディスコードでは一時期枝豆さんの本中でした。公開付きの新者でもあります。いい感じに怖い。逆さクラゲさんは公開付きのサブアカではありません。ディスコードにのみ存在していて、名前の由来は実在するクラゲです。ベニクラゲ404さんはバグったベニクラゲで、中身は枝豆だと思います。めっちゃエラーです。 BKG910 は謎に包まれています。謎の怪文書を送ってくれました。そしてこの方は謎の動画を出しています。それがこちら。いや、子は BKZ910 さんでした。そして最後は幽霊クラゲさんです。この方はこの動画を上げた日の朝にディスコードサバに現れたクラゲです。枝豆さんですかね。まだあまり話してません。まあこんな感じですね。多分このコメント欄にも現れるので観察してみてください。新しくベニクラゲ亜種になるのも意外と楽しいかもですよ。それではご視聴ありがとうございました。